脂質 15.2 高すぎだろ、炭水化物 25.8 これ足したらやばいでしょと。大胸筋が歩いてる、バズーカ岡田です。バズーカ岡田の筋肉授業ということで、3回目、プロテイン系のドリンクの選び方、その考え方を私の観点でお話したいと思います。まず1回目は基本的な考え方、そして2回目はこれだけあるプロテインと書かれた商品の考え方、そして3回目は実はこういったプロテインと書かれてなくてもプロテインが割と多く含まれているよ、あるいはイメージとしていいんじゃないかと思って買う商品について幅を広げて話してみたいと思います。まず基本的な考え方、選ぶ際に私が考えることは P が多くて F が少ないこと、これ私の女子棒メソッドをご存知の方はもうご理解いただけていると思います。でですね、今回はですね、この3つの商品取り上げてみました。別にこれだけじゃないですよ、いろんな商品ありますけども、代表的かなと思って挙げたものと意外なものを持ってきました。例えばこちら、もう普通の飲むヨーグルトですよね。もうプロテインって書いてあるドリンク以前に存在していたものですよ。こちら 450g で、実際には 100ml あたりでね、栄養成分表示されてますが、1本飲むと 13g 以上タンパク質が取れるようです。 13g ですよ、もうほぼこの水準ですよ。プロテインと名を付けてなくても、その水準で高タンパクを実現します。ただし450一気に飲んだら腹下ることもありますよね。そして他の栄養素を見てみましょう。脂質 0.6 を F も少なくていいじゃないかと、ということで P が多くて F が少ないというところを、反映できます。まあ 100ml あたりで F が 0.6 なので、脂質は 2.5g 程度取ることになりますが、まあ、こちらもね、1本あたり脂質 1.6 なので脂質が特殊して多いわけではないですよね。で、炭水化物 12.5 ありますから、これはさすがに結構多くなってきますよね。こちら1本で炭水化物が 10.6 になりますから、こちらの商品1本飲んだら 50g 以上ということで、1本飲んだら 50g 以上の、炭水化物を、摂取することになりますので、まあ、なかなか多いですね。ご飯1杯には及ばないですけども、かなりの量の炭水化物を摂ることになります。ということで P が多い、 F が少ない、ここまでは変わらないです。しかしながら水分が多いことから、まあ、1回飲みきれない、飲みきったとしても腹が下る可能性がある、まあ、腹下るってことは食べたものが吸収しにくい環境になる、腸内環境が乱れるということですからね。そして、炭水化物が、50g 以上を摂る、でも筋トレで爆発させるんだという場合には問題ないですよね。まあ、そんなように考えるといいと思います。ということでプロテインと銘打ってなくてもタンパク質が多く取れるものはたくさんありますので、ぜひねそういったものを探してみてください。そしてこちら調整豆乳、まあ、体にいいイメージがあって飲む方もたくさんいらっしゃると思います。こちら見てみましょう。1本 200ml あたりタンパク質7、脂質 7.7、 炭水化物 4.8ということで、タンパク質7、まあまあ入ってますよね。よく見るプロテインドリンクの商品が15、だ半分入ってますよ、割と入ってますよね。なのでご飯と一緒に摂れば P20g という1回で摂りたいタンパク質量を超えることは十分に可能ですよ。だから別にこれじゃなきゃいけないっていうことでもないですよね。ただ間食で摂るときにこれ1本だとさすがに足りないですよね。タンパク質7なんで3本飲まないと 20g いかないですよね。これ3本飲んだら 200ml ですよ、さすがにきついと思います。で脂質が 7.7 ですから、3本飲むとね、脂質もね同じように 20g 上回ってきますから、脂質過多になってしまいますし、まあ、1本でも脂質 7.7 なんで、食事と合わせて食べる場合には極めて低脂肪の食事じゃないと高脂質を助長する食品になってしまうというリスクも考えておいてください。炭水化物は、一方で 4.8 とこの商品よりも少ないです、というところで、脂質は多く摂りたい、炭水化物は多く摂りたくないというね、どちらかというとケトジェニックダイエット、脂質をよく摂って炭水化物を減らす、そして脂肪を燃やしていく、優先的に燃やしていくというダイエット方法を行っている人にとっては、割といいかもしれません。まあそれでもね、炭水化物入ってますから、厳密なケトジェニックを行う場合には、炭水化物をもっと下げたいところというのも分かりますが、脂質と炭水化物を、どちらを優先するか、まあ、私の女子棒メソッドでは、脂質を下げ気味で炭水化物を取る、
という発想でしたが、脂質を上げ気味で炭水化物を下げるという方法ももちろんありますから、まあ、そういった場合にはね、助けになると思いますし、あとね、これら全部、動物性タンパクです、こちらは大豆由来ですから植物性タンパクで、食べ物として動物性のタンパク質と植物性のタンパク質、バランスよく摂っていくことっていうのは、体にとっていい影響があると私も思います。そういう観点からこちらを時折飲むっていうのは、とてもいいんじゃないかなというふうに思います。で最後これ、とろける杏仁豆腐ナタデココ入り、やばいですね。こちら見てみましょう。1本 200g、 タンパク質 8.6、まあ、多くはない、でも少なくないですよね。で脂質が15、高いですよね。こっち脂質0ですよ。こちらは脂質が 7.7 ですから、倍ぐらいですよね。そして炭水化物が 25.8、 そのような PSC バランスになってます。 P が少なめでもまあまあドリンクとしては入ってますよね。一般的なドリンクで P が 8.6 ってそんなないですからね。しかしながら F が 15.2、 炭水化物が 25.8 ということで、エネルギーをたくさん取りたい時にはいいと思います。例えば食べる時間がない時、その時にタンパク質だけだと次の仕事が持たないといった時には、このエネルギー密度の高いドリンクとして飲むという方法もできますよね。脂質も炭水化物も悪者ではないです。一度に大量に摂りすぎると太りやすい、そしてバランスを崩すと、体にとって害になる、太りやすいということですから、バランスというのは常に一定ではないはずです。絞りたいとき、体をでかくしたいとき、エネルギーが枯渇していて早くエネルギーを入れたいとき、その後長く活動しなければならないとき、人間は24時間の中で常に同じ状況が設定されているわけではないです。その状況に応じて今言ったバランス、PSU のバランスというのを適宜変えていくというのが大事なんですね。何がその時に求められているか、それを考えて補給していく、という考え方が大事になります。なので、ね、これ PFC スカウター的には脂質 15.2 高すぎだと、炭水化物 25.8 これ足したらやばいでしょと、 F と C が多すぎる、太りやすいとして断じることもできます。でも一方では高いエネルギーを急速に補充して、その後の戦い、トレーニングに備えなければならない、長い時間の仕事に備えなければならないといった時には使えますよね。だから全てが悪いわけではないというふうに考えて、自分がこれからどういう活動をするのか、そして今自分の体にはどのような栄養素が足りないから、どのような栄養素を補給するのかということを考えた上で摂取すれば悪者にはならない。食べ物に、悪者は私はないと思ってます。まあ、それはね、人工的に作られたもので発がん性があるとか、そういったものは、避けなければならないと思いますが、基本的には自分の選び方次第、ということだと私は思ってます。で、唐揚げだってね、で悪者じゃないんですよ。唐揚げはね、生前に体脂肪をまとわず生きてきた鳥を愚弄するとか、なんか私言ってたらしいんですけど、まあ、それツイッターで見て、まあ、確かに客観的に見て面白いこと言ってんなと思うんですけど、変なこと言ってんなと思うんですけど、そういうことじゃないですよ。唐揚げだってタイミングによってはもちろんいいですし、人生の楽しみという面では全然使えますからね。なので食品を、悪者にするんじゃなくて、選択できない自分を悪者にしましょうということなんですね。ということで、今回は、プロテインドリンクシリーズの最終回、こちらプロテインと書いてないのにプロテインが入っているドリンク、まあ、プロテインというのはタンパク質ですからね、乳製品や大豆製品には必ず入ってます。それを PSC バランスで分析してみました。使いどころがね、このプロテインと銘打たれた商品よりも難しいかもしれません。ただ使えないフェーズはないと思います。あるいはね、厳密に使えるフェーズだけに当て込まずに、少し余裕を持たせて選ぶ選択肢を楽しむ、そのように考えるのもいいというふうに私は思います。というのはつまんないとね、続かないんですよ。で、苦しいと続かないんですよ。続かないボディメイクはどんなにいい理論であっても絵に描いた餅なんですよ。ということで、食のバリエーション、飲み物のバリエーションを増やすという意味で紹介してみました。まあ、昔ね、液体からカロリーを取るのはもう不本意だと、悔しいという話をしたと思います。厳しくね、体作りをしていく場合にはその考え方を持って固形食を取るという方が私はやりやすいと思いますが、そうでない時期、今私めちゃめちゃ食べてるんですよ。体でかくしようと思ってめちゃ食べてるんで、まあ、その時にはね、栄養がたくさん入ってるドリンクっていうのは使えますよ。もう固形食も食べれなくなりますからね。いっぱい噛んで食べるにも限界があるので、まあ、こういったドリンクを使って体を強くでかくするとい
という考え方もできます。常に絞ってる人間っていうのは少ないと思いますから、まあ、自分の、ね、目的に合わせて選択してみてください。ということでこの動画のまとめです。プロテインドリンクシリーズ最終回、液体からカロリーを取るのは悔しい、しかしそれですら取れる心の余裕を持て。以上。この動画が良いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。わざとプロテインと銘打ってなくてもプロテインは取れます。まあ、例えばちくわとかね、カニカマはそうですよ。あんな海のプロテインバーだと私何回も言ってるじゃないですか。魚自体がね、海をプロテインバーが泳いでるようなもんですからね。